鉄の町室蘭市で焼き鳥といえば、串に刺さっているのは豚肉です。昭和初期、軍人が履く靴を作るために推奨された養豚。その名残で生まれた豚肉を使う室蘭焼き鳥の文化。日本三大焼き鳥とも言われ、室蘭湖の誇りです。しかし今、焼き鳥の街が揺れています。仕方がないから応援しますよ、はい、それはどうしてですか？いや、ずっと通ってきたし、室蘭の歴史そのものだから。上がってもそれは誰しょうがないんじゃないかなと思いますよ。昔から製鉄の町だからね、もう仕事終わったらみんなこう焼き鳥来るのがもう趣味だから、もう多少上がってもみんなもう食べるよ、ちょっとピチッとなってる、はい、これも1等分なんですよね。これが5キロです。グラム20円は上がってますね、もう今年中には上げようと思ってます。地元に愛され80年、老舗の3代目は豚肉の価格高騰、豚肉ショックに頭を抱えながらも、室蘭人の意地もちらり。物価が上がりすぎて、商売も やりづらくなっていましたね。すべてが上がってるんですけども、やっぱり肉は上がってますよね。もうどんどん上がってます。室蘭の文化になってきちゃってるから、焼き鳥がね。だからそれを絶やさないように、ね、室蘭の町のためにやっていければいいかなっていう感じで。豚串が市民に活力をもたらしてきた焼き鳥の町室蘭。豚肉ショックの影響は広がる一方です。最低賃金も上がりましたよね。やっぱり人件費も含めて約10円ぐらい上げないと間に合わないんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。本当は8月1日からと思ってたんだけど、全然間に合わなくて。少人数で切り盛りする個人経営のこの店でも、簡単に価格を変更できない苦しい事情を打ち明けます。メニュー表の作成が間に合わないのと、レジも全部端末打ち込んでやってるんで、それも全部打ち替えないとダメなので、まあ、早急にはできない。8月いっぱいでも無理かなって感じですよね、お疲れー乾杯夏の楽しみ、屋外での焼肉。これ後藤じゃない？あ、ごめんごめん、美味しい。後藤じゃねえじゃん。ここにも豚肉ショックの影響がじわり。そうですね、やっぱ高くなったかなっていう感じはしますね。まあ、賞味期限が近くてなんか安くなってるのはもうその日に使うんだったら、バーベキューの時は安い肉で、安売りしてる肉でも全然いいかなと。開墾の初めは豚と一つ鍋。十勝帯広の豚丼は文化庁の100年フードに認定されるなど、北海道の豚文化を代表するソウルフードです。ごちそうの王様すき焼きにも道外の人が驚く文化が。豚の方が馴染みがありますね。豚です。肉じゃがも。肉じゃがも私関西出身なので、特にもうこっち来て豚肉がすき焼きって、って驚いちゃった。うちの実家豚なんです。だからちっちゃい頃は豚食べてたんですけど。いやいや、意外じゃないですよ。ここ20年くらいですよ、牛肉が。うちのお客さんでも牛肉食べるっていうお客さんも。月にして焼肉屋さんには行くけど、普段使いで牛肉はなかなか食べないですよ、イベントでもない限りはね、そういった意味ではやっぱり豚肉の方がまだまだテーブルミートなんだろうなとは思いますけどね。食肉に詳しい帯広畜産大学の島田教授は、固まっちゃうんですよ。まあ、豚肉の方が身近で手頃なリーズナブルな価格だったので、生活の中でこう、まあ、主たる食べ物みたいな形になったのかな。そんな北海道の豚文化を揺るがすような豚肉ショック。
国産の豚肉価格は特に去年から今年にかけて高騰。外国産も今年6月の価格は去年と比べておよそ 15% も値上がりしています。年間3万5千頭の豚を道内各地に出荷している十勝の中札内村の養豚場を訪ねると価格高騰の訳が見えてきました。やはり一番高騰している原材料といえばやっぱ餌になってしまいます。主に南米北米あたりからのトウモロコシ、円安の影響でもちろん高騰しているのもありますし、年によっては不作があってトウモロコシが取れないときはやっぱり高騰しますし、前年度の猛暑によって豚の成績が下がっている、繁殖成績ですね、これが下がっていることが一番の要因だと思います。暑さは豚にとって大敵。この養豚場でも猛暑を受け、豚の体に水滴をまとわせ熱を下げるドロップクーリングという設備を初めて導入。当然設置費用がかかりました。餌の高騰と猛暑、2つの想定以上が食卓に及ぼす影響はとどまるところを知りません。札幌市内のスーパーにやってきました。入り口を入ってすぐにあるこちらのコーナー、実は全部豚肉の売り場なんです。ただ今この豚の価格にある異変が起きています。精肉の格安販売が売りのスーパーですが、買い物客は渋い顔です。高いなって思います。ファミリーパックで買うようにしてます。普通よりちょっと安いから。子供はやっぱり食べるのでやっぱり買いやすい、毎日食べられるぐらいの金額設定にはそうしていただきたいなとは。お菓子より肉値段が下がるっちゅうことはちょっと見通しつかないのが現状です。小分けをして安く売るやつもあれば、そのまんま1キロ単位で手間をかけないで少しでも安く提供するというのが、いろんな方法で少しでもお客さんには喜んでもらえることを考えて販売します。畜産市場に詳しい専門家は今後を見通したこんな指摘も。そうですね、牛肉が高くなったので手が出せないので、牛肉を食べてた人が食べれなくなって豚肉に流れてきた。その豚肉も今度高くなってきたので、今度おそらく鶏肉に皆さん流れていくと思うんですけども、そうすると数年後にはまた鶏肉がなんで高騰してんだっていう多分状況にはなってくるとは思うんです。その指摘を裏付けるように、札幌市内のスーパーではこんな動きも。でうちで今おすすめなのが、ブラジル産の、鶏もも肉の解凍、これですと今 100g あたり55円、国産の胸肉は、生肉タイプでこれは 100g でこれは59円と、これも超お買い得になってます。食べ盛りの男の子と上に7歳の女の子もいるので、食費の節約というのは家計の至上命題みたいなところがあるので、山のように鶏肉を買ってるんですけど、やっぱこうやっていっぱい買って少しでも豚肉の代わりになればればなと思って。家計の味方というだけではなく、北海道の食文化を支え続けてきた豚肉、簡単に替えは聞きませんが、背に腹は変えられない切実な事情もあると言えそうです。